三木里駅は、三重県大瀬市三木里町にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。当駅から、あたしか駅までが、規制本線最後の開通区間である。地上駅。かつては、相対式ホーム2面2線の構造で、駅舎側から1番線に、新宮方面、2番線に、滝方面の列車が発着していたが、2005年4月に、 そのうち北側の線路が使用されなくなり、一面一線の防線構造となった。旧一番線に両方面の列車が発着している。旧二番線は両ホームを結んでいた。古線橋や線路、待合所はすでに撤去されており、ホームのみが残っている。大和瀬駅管理の無人駅。開業時からのブロック済みの駅舎がある。駅舎内部の待合所にはシャッターが閉じた状態で、窓口が残っている。 三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。付近の規制本線は、複雑なリアス式海岸に沿って走っており、それぞれの入り江の採用部にある集落同士をトンネルで結んでいる。当駅も、ガタガタの板にトンネルと旧気泡のながらトンネルに挟まれた地点に位置しており、三木里の集落から見ると高い位置に駅が設けられた、格好となる。 駅から坂を下って300メートルほど行くと80、川の河口に開けた三木里の集落がある。集落には小学校、郵便局、市役所出張所などがあり、三木里海水浴場も近い。ホタルの里があり、時期になると、無数のホタルが飛び交う。大瀬市、ふれあいバスの路線が、大瀬駅、梶じ方面へ運行している。ありがとうございます。